皆さん、こんにちは。今回はたまたま広島に来ています。広島といえばお好み焼き。駅を出てからとりあえずお好み焼きを食べようと思ったんですよ。駅の近くに早速何軒か並んでたんですけど、ある店は行列ができているのに、そのすぐ隣の店はガラガラだったんです。もちろんガラガラの方の店に入りました。大して美味しくなかったけど、でもね、生ビールが美味しかったからいいんですよ。広島行ってお好み焼き食ったぜって言いたいだけなんで。さて、腹ごしらえをして気持ちよくなったところで市内を散歩します。広島といえばまずは何と言っても原爆ドーム、そして459-161号機、それから広島城。戦国時代の広島は毛利ですか。あんた誰？はしゃいてこい注文じゃけんじゃけん。お前も改造暇人なのか。改造された子よ。頭脳代わりとして機械の体を持つ機械化改造暇人じゃけんじゃけん。知ったかはどうした。あいつは福岡担当じゃ。広島はわしの島じゃけ。広島はわしが案内しちゃる。広島だから来い。知ったかのたかってそういう意味だったの。広島城は1589年毛利元就の孫毛利輝元によって築城された。豊臣秀吉の大阪城にインスパイアされて陸海の交通の要衝広島に作った。高い石垣と天守閣を持つシンボリックな城じゃ。じゃあ毛利元就の城は。毛利元就の居城はもっと山の中、現在の秋田方市にある吉田郡山城じゃ。それに毛利元就はもともと守護どころか守護代ですらのう一黒人領主に過ぎんかった。黒人領主から山陰三洋六カ国を支配する戦国大名へと上り詰めた広島地方の英雄じゃ。その過程をこれから詳しく見ていこうというのが新シリーズの趣旨なのはわかるけど、そもそもの秋守護は誰だったの。鎌倉時代前半に起きた承久の乱1221年の戦功によって甲斐武田氏が秋守護に任じられ、二カ国の守護を兼任したが、秋には守護団を送るだけじゃった。現行の頃秋に下校し本格支配に乗り出すようになり、南北朝時代に甲斐武田氏と秋武田氏は完全に系統が分かれた。しかし秋武田氏に代わって足利政権に近い名門の今川氏、細川氏、山梨が次々と秋の国の守護職につき、1430年頃の秋武田氏4代目の信繁は佐藤、山形、安南の三軍守護職の地位でしかなかった。ただし山梨やらの秋守護も秋一家国を実行支配するまでには至りらんかった。してその武田氏の居城はどこ。佐藤金山城じゃ。秋の国佐藤軍による方向410メートルの山の上に築かれた。現在の広島市安佐南区にあり、現在は武田山と呼ばれとる山じゃ。行ってこい。なんか偉そうだな。てか、こいつの存在がエラーなのか。武田山は現在ハイキングコースが複数整備されていますが、武田山憩いの森からのルートで登ります。 JR 可部線下祇園駅から登山口まで歩いて30分くらいかかります。登山口までがすでに結構な登り坂だにゃ。憩いの森公園からの登山口を登ると馬返し、御門跡、千畳敷を経て山頂に至ります。さすがに標高410メートルだけあって遠くまで見えるにゃ。
下りは観音堂跡、馬場跡を経て武田氏の菩提寺、立仙寺へ下りました。他にも出丸や湯場跡などもあるのですが、山頂からの眺めに満足してしまって行くの忘れました。駅を出てから駅に戻るまで4時間を要しました。他に新交通システムアストラムライン上安駅からのルートなどがあります。アストラムラインは武田山を東、北、西とぐるっと回り込むような経路をとっています。ところで、後に毛利氏の外交僧として活躍する安国寺駅は秋武田氏一族の出身とされる。駅は戦火で焼失しとった秋安国寺を再興して従事となった。安国寺駅という名の安国寺とはこの安国寺のことで、現在広島市東区にある。行ってこい。安芸安国寺はアストラムラインの不動院前駅を下車してすぐです。現在は不動院として親しまれています。金堂は天文9年1540年山口市の高石寺、現在の瑠璃光寺として建築されたものを、天正年間1573から1592年に安国寺駅によって移築されました。原爆で一部が破損したものの、倒壊は免れて現存しており、国宝に指定されています。原爆投下直後は市中心部から避難してきた被爆者であふれかえったといいます。安国寺には安国寺駅武田氏最後の当主行部少輔信実、関ヶ原の戦いの後広島城城主となった福島正則の墓があります。広島は太田川の河口デルタに開けた都市で、現在の中心市街地の大方は埋め立て地だ。肘山、江場山、黄金山やらは完全な島ぜった。武田氏の家臣団としちゃ、高松山城の熊谷市、八木城の香川市、府中および仁保島に勢力を持つ白石やらがおった。このうち白石は水軍をもっとり武田氏の海上勢力として活動した。仁保島こと現在の黄金山からは広島市街を一望できる。け行ってこい。おお、これはすごい。山から海までビルの谷間の川やら高速道路やら、広島市街地の様子がよくわかる。おや、あのレンガの建物は広島陸軍被服支廠座の。倒壊の危険があるため立ち入り禁止だが、保存する意思はあるようだぜ。ちなみに JR 芸備線軽河駅から約500メートルの順表示は、天文5年1536年甲斐国からやってきた武田四郎城重信、武田信虎の弟武田信玄の叔父、総名従順が古城跡に回帰したという。ただし系図ではこの重信なる人物は確認できず、ようわからん。当時この軽河までが秋武田氏の領地で、毛利氏の勢力範囲と境界を接しとったという。湖外に現在の広島市にあたる地域は大方秋武田氏の領地でったが、秋全体を支配するには遠い及ばず、毛利氏、吉川氏、小早川氏、平賀氏、天野氏、厳島神主家やらの国人が割拠しとった。また周防長門の守護大名大内島秋田在城領有し、秋に大きな影響力を持っとった。
広島編の第1回目はこの辺にしとこうか。クーマ。パク。